突然ですが皆様、初音ミクはお好きですか？私はボカロブームの頃学生で、当時はボカロ曲を聴きまくっていました。当時の初音ミクブームの広がり方は、勢いが凄まじかった記憶があります。今や初音ミクは世界中で人気があり、海外でも、透過スクリーンによる疑似ライブが開催されるなど、大変な人気を誇っています。さて、そんな初音ミクですが、一体なぜあそこまで人気が爆発したのでしょうか？今回は初音ミクが人気を獲得した理由について、考えていきたいと思います。空想のキャラクターが、一大コンテンツとして大流行した。その理由とは？初代初音ミクが発売されたのは、2007年8月31日です。もう14年以上、前なんですね。時が経つのが早すぎてびっくりします。今年で15周年なのか。発売の翌月に投稿された、ミクミクにしてあげる音符をはじめとした、初音ミクのボカロ曲が伸び、ブームは一気に広がっていきます。ミクミクにしてあげる音符は現在1500万再生、これはミクオリジナル曲、のタグが付けられた動画の中で、歴代最多の再生数となっています。ミクオリジナル曲、のタグが付けられた曲の数は、現在11万5900件です。凄まじい数ですね。しかも今後もどんどん増え続けていくはずです。初音ミクが流行した原因はボーカロイドが当時としては斬新なソフトであったからです。このソフトの最大の利点は自分で歌を歌えなかったり他人にボーカルを依頼するコネやお金がなくても簡単に歌を歌ってもらえることです。音と歌詞を入力すれば合成音声で初音ミクが歌ってくれる。これは画期的でした。歌が得意ではない人でもボーカル入りの曲が簡単に作れます。パソコンで音楽を作る DTM ユーザーにとっては本当にありがたいソフトです。私も学生時代 DTM をやっていて V2 の初代初音ミクを当時購入しました。自分のパソコンで打ち込んで初音ミクが歌ってくれた時は当時すごく感動したことを覚えています。ただもちろんこれだけの理由でバズったわけではありません。似たようなソフトはもともとありましたし、ボーカロイドとして発売されたのは初音ミクが初めてではありません。もともと初音ミクは第二世代のボーカロイドです。ここまでバズった最大の原因は、合成音声の声をイメージした、美少女キャラクターを、パッケージに載せたからでしょう。この発想が素晴らしい。だって初音ミクの歌声を聞いた時に、キャラクターの容姿をイメージしますから、より愛着が強くなります。厳密に言うと、第一世代のボーカロイドの、カイトやメイコも、パッケージに絵が描いてありました。しかし一気にブームに火がついたのは、初音ミクの発売後、という印象です。これはなぜかというと、おそらく初音ミクのキャラクターデザインが、優れていたからだと思います。いいですよね、初音ミク。一度見ると、なかなか忘れないキャラクターです。なぜあんなに印象に残るのか、考えてみたんですが、ものすごい長いツインテールの髪で、見た目のインパクトがあるから、というのもあるはずです。緑の髪の、長いツインテール、イコール初音ミク、という印象を植え付けたのは、大きいですね。例えば一般的な美少女キャラって、服を着替えると、誰かわからない。っていうパターンがあるじゃないですか。でも初音ミクの場合は、服を着替えていても、一瞬で初音ミクだとわかります。服を着替えててもわかるような、印象的なキャラデザというのは、大事なのかもしれません。あと、初音ミクの最大の特徴、それは、かわいい。かわいいから流行した、そう言っても異を唱える人は、おそらくいないはずです。ブームを後押ししたのは、それだけではありません。二次創作の広がりによるアシストがなければ、あそこまでブームになることは、ありえなかったはずです。初音ミクのイラスト、音楽、アニメなど、様々な創作活動の広がりが、ボカロブームを形成したのです。例えば、誰かが初音ミクのオリジナル曲を、投稿したとします。それで、再生数が100万回を超えたと。そうすると、ものすごい宣伝になりますよね。再生数100万回ということは、初音ミクの広告が100万回再生されているようなものですから、しかもそれが、1本の動画だけでなく、何百本も何千本も投稿されていました。初音ミクを発売している、クリプトン社からすれば、こんなに美味しい話はありません。何もしなくても、みんなが勝手に自社製品の広告を、してくれているようなものです。クリプトンが二次創作を条件付きで認めて、なおかつ皆がそこに乗っかったからこそ、ボカロの創作文化が広がって、ブームになったのです。二次創作をうまく取り入れて、他に成功した例は、東宝やボイスロイド等があります。東宝も二次創作で、めちゃくちゃ勢いがありましたよね。前世紀のニコニコでの流行っぷりは、凄まじかったです。東宝の原作はプレイしたことないけど、二次創作は見たことがある。という人も多いのではないでしょうか。かくいう私もその一人です。最近では、条件付きで二次創作を認めるコンテンツも、ちらほら出てきました。企業としては、面倒なのであまり関知したくないというのが、本音かもしれません。しかし個人レベルの二次創作活動であれば、むしろ宣伝になるので、条件付きで認めてどんどんやってもらった方が、最終的に企業の利益も増えるんじゃないかなと思います。具体的にどれとは言いませんが、二次創作ガイドラインを読むと、個人の活動なら大人向け同人誌 OK、みたいな感じのコンテンツもあったりします。寛大で素晴らしいですね。で、話を戻すと、例えばボカロ曲を投稿するとき、動画を作る必要があるじゃないですか。静止画で歌詞だけ表示する、というシンプルな動画でも構いませんが、どうせなら人気動画みたいな、PV が作りたいと思う人もいます。
そういう人たちのために、ピアプロというサイトがあります。ピアプロは初音ミクを販売している、クリプトンが運営している交流サイトです。ここでミックス試合し、動画誌などを見つけて、PV を作ることができます。こういう場をクリプトンが用意してくれたのは、本当にありがたかったです。何せ大した人脈がなくても、いろんな人と一緒に PV を作れますからね。なお、当時ピアプロで見た話を少ししますと、PV 制作プロジェクトのうち、途中で頓挫してしまうケースを結構見ました。ピアプロのコミュニティ内で、様々な PV 制作プロジェクトが、並行して進められており、その進展具合を見ることができます。それを見ていると、途中で参加者の連絡が途絶え、空中分解して結局完成しない。というケースがなぜかあるのです。おそらくこの原因は、いきなり手の込んだ PV を作ろうとしたからです。途中で頓挫するケースに多かったのは、参加者が初心者ばかりなのに、やたら絵の枚数が多かったり、複雑な PV を作ろうとしていたりして、そりゃ至るよな。という感じでした。もしピアプロなどで、初心者の人がボカロ PV を作る場合、最初は自分たちに作れる範囲のものを、作ることをお勧めします。ちなみにピアプロは今でもサービスが続いています。息が長いサイトですね。何かしら創作活動をしていて、興味がある人はぜひ一度覗いてみてください。さて、初音ミクは海外でも人気があります。海外版のボーカロイドも発売されていますし、外国人が制作した、外国語のボカロ曲も多数投稿されています。初音ミクのキャラデザと、二次創作の文化が、海外の人々にも受け入れられたのは、ボカロ民としてはなんだか嬉しいです。そんなボカロですが、ブームの全盛期は、2010年前後でした。さすがにそこからは、投稿数は基本的に右肩下がりで、今は全盛期ほどの勢いはありません。一過性のブームが落ち着いたというのもありますが、ボーカロイドが DTM ソフトとして定着した、というのもあるでしょう。このまま初音ミクをはじめとしたボカロ文化は、緩やかに衰退していくだろう。と思われていました。しかしここへ来て、初音ミクのソシャゲが成功し、それもあってか、地味に若干、復調の兆しを見せています。いやまさかここへ来てソシャゲが当たるとは、思いもしませんでした。世の中何が起こるかわかりませんね。全盛期ほどの爆発は無理でも、なんとかボカロの創作文化が衰退しない程度に、勢いを保っていただきたいものです。総括すると、初音ミクが流行した理由は、歌を歌ってくれるソフトが斬新だったから、イメージキャラクターのデザインが良かったから、二次創作の流行でブーストがかかったから、このあたりでしょうか。ボカロブームのような二次創作の広がりを、狙って発生させるのはすごく難しいです。初音ミクのブームの例は、偶然の産物でしょう。しかし今後、資本力のある企業が、何かこういういうことを狙って仕掛けてくると面白そうですね。今回はボカロについて語ることができて楽しかったです。やはり音楽はいいですね。初音ミクが発売されなければ世に出なかった曲がたくさんあるはずです。数多くの素敵な名曲と出会わせてくれた初音ミクには感謝しています。あとどうでもいいんですけど、ツインテールの美少女が髪の毛を緑にしたら初音ミクになる説があります。ちょっと試してみましょうか。微妙。面倒なので肌ごと色を変えた結果、ゾンビランドサガみたいになってしまいました。どうも、初音ミクです、と言いたいところですが、これで言い張るのはちょっと無理があるかな。最後までご視聴ありがとうございました。